シャーデン・フロイデの仕組みですね、えー。人間は自分を高く評価してしまう。これがレイク・ウォレゴン効果です。えー、しかし、現実に自分より上に見える人がいると。これをネッド・フランダース効果とでも呼びましょうか。で、しかし、羨ましいという感情は悔しい。4番、羨ましいと感じさせた相手を憎む、妬む。これが、まあ、ホーマー・シンプソン効果と言ってもいいですね。で、5番、こっからですね、自分が妬んでると認めるのは、 羨ましいと思うよりもっと辛い。結果、6番、上のプロセス全てを心の奥に封じ込めたがる。だから僕らはこれ日常生きれるんですよ。7番、たまたま相手に不幸が起きた時に突発的に喜んでしまう。ですね。8番、普段から妬みを意識しない人ほどこの喜びに溺れる。ですね。この喜びっていうのを正義感みたいなものに転換して喜ぶ人もいます。喜ぶというか、正義感みたいなものに転換して、俺は別に あいつが羨ましいわけじゃないと。そうじゃなくて、なんか、間違ってることが許せねえだけだっていうタイプの人もいますけども。まあ、こういうふうな8番、8つの段階でできていると思います。